パチタン専属の高台月です。パチパチライトアブの収録でございます。いつも通り北海道からお届けしたいと思います。本日もライジングことに店様からスタートとなります。ライジングことに店様、そして内部店様2店舗に行きますので、で何打ちましょうね。2時間ずつなので難しいんですけども、まあね、入ってみて決めようかなと思っております。まだ2月ですけども、1月2月と合わせてかなりプラスでございますので、まあ、マイナスにはしたくない。昨日やっと2月の収支がプラスになりましたので、これを大事にプラスを増やせるように頑張りたいと思います。ということで早速行ってきたいと思います。あ、いいの？そう、そう、今日優しい、どうした？いつも絶対横に振るのに優しいぞ、どうした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 。ちょっとじゃあスロット見に行きましょうか。いや、個人的にはすごくパチンコが打ちたい。最近スロットしか打ててなくて、パチンコ欲がすごいんですよ。よし、イノキ行きたいと思います。打てばかるさ、ありがとうでございます。打ったら分かるんでしょうか、何が分かるんでしょうか。打ってみたいと思います。ではイノキ行きたいと思います。打ったことないんでおどおどしてしまうかもしれませんが、大当たり確率は315分の1でございます。スーパー小当たりラッシュ、闘魂チャンスを搭載した各変ループタイプだそうです。各変突入率が 60%。 これじゃあね、金系予告、ゴールデン猪木ゾーン、タイマー予告、忍ぶ出現、忍ぶさんが出現すると大チャンスらしい。てめえの力で勝ち取ってみろ予告。何どれかが出るとチャンスらしいです。どれか出しましょう。猪木にマフラーを。お、間に合った。虹に、でも青ですね、枠が。あ、でも赤文字、スペシャルな気配を感じます。もう一回いじってほしい。ギリさん、赤枠、闘魂になってる。え、金、激アツって言ってる。赤文字ですね。これじゃね、出た。タッグマッチリーチってやつなのかな。
式来ないか。あ、お願いします。激アツ、ね、緑保留忙しいんですけど、次の変動ですね。これ復活したのかな。じゃあパコってなったから、うん、豚ネクストありそう。おお、あった。落ちた。継続。赤文字は出てますね。ならチャンス。赤カットイン。わからない。相当勝ってるんですけどね、私。いつも気合しかない、いつも空回り。はぁ、ビクサービクサー、されたよね。侵入されたよ。パン緑枠出ました。イッパンパーイエッ、イッパンパーイエッ。これじゃねえ、いきなりの。え、早い、展開が早い、もぎじさん。あ、しかもいる、宮から。
ぱりね、ゾーンとかトラ柄とか絡まないと無理なのかな。何かを感じます。何もありませんでした。どうしよう、移動します。ダメか、頼むぜ、いのき。移動します。さて何打ちましょう。ライトミドル行こう。時間も時間なのでブラックライトしますか。桜ライトとどっちがいいですか。いや、こっちですね。いきます。シアル近江物語ブラックライトでございます。大当たり確率が 199.8 分の1、確変突入率は 100% でございます。51回の SD、バブルチャンスで 62%、 ポイポイチャンスが 83%。 あ、そうだ、見よう見よう、私まだ4ラウンドか16ラウンド、奇数だと8ラウンドか16ラウンド。タラッタン、55回、マジで痛まない、危ない危ない危ない。そしてトータルが9本かな。ございます。40分の1、16ラウンドは 25% 振り分けがございます。4分の1を引く、いや、まず当てる。最初の10回転はブラックパールコーン、転売すればってやつですね。残念、ゆるさん。
終わっちゃったヨーラウド単発つらいよ。40分の1が引けない。ゲンさん打ってみます。打ったことあります？私もない私もない。初打ち、どこがいい、どこがいいかな。スーちゃま、こっちに行く。山陽つながりで大工のゲンさん、外伝。はい、行きましょうか。大当たり確率は250分の1。青保留。核変突入率が 77%。 あ、緑保留になりましたね。
赤。デフォなのかな。夜まではだいたい行くみたいなやつだったら悲しいですけどね。もぐもぐ各編であるならば37分の1なんですけど、戻ることある。まさかの U、 しまった。わー、嵐だと思ったら U だった。あ、昼まで戻ってしまった。このまま終わるやつだ。戻った。残念ながらブラックライトの4ラウンド単発のみという残念な結果になってしまいましたけど、まだ希望はあります。内部店の方でガツンとやってありますんで、とりあえず1店舗目のことにこちらの次戦は終了です。次こそ行ってきます。はい、ということで2店舗目ライジング内部店に到着しました。1店舗目琴二店の方ではですね、不甲斐ない結果となってしまいましたので、今回こちらの店舗ではなんとか見せ場を、そして出玉をなんとか作りたいと思います。それでは早速行ってきます。食べに行きましょうか。ここパチンコが 2.5 円と1円なのでスロットですね。スロットコーナーに行ってみましょう。これはどの、こっちしますか。バチャ3で行きます。よいしょ。行きたいと思いまーす。はい、たったらー、3人目。
いや、気持ち新たに1人目です。394回からですね。あと151回ベルを吹ければいただき、ジャーニー頑張りまーす。そうだねそうだねって本当に言うんですか、北海道の人。あ、言うの、言うんだ。ここでなんとかお願いします。え、特訓だった。いやー、無理だ。弾けなかったら追加投資です。あと3枚セーフ。あー、無理か。あ、無理だ。追加投資8本でした。どうしよう。
行かない。ガスさんが一番いいやつ選びました。141分の1。あ、すみ、あ、普通に話してた。そういうとこですよね、やっぱほら無欲な時にゴッと引いたりとかね。引こ引こっていう思いが強まる雨に空回りするよりもこうね、こう無無な時にどっちでしょう、飲み物重複。お約束。
お茶くれお茶をお茶をください私に。だからこうハマった時になんか違う話題振ってくれたらいいと思う。こう全くこうジャグラーに関係ない話をしてちょっと無欲のレバオンみたいな。どうしましょうね。これだけ流してもっていう。100枚まああるか。ありがとうございます。165枚です。惜しかった何にありがとうございます。一戦終了でございます。お疲れ様でした。はい、本日ライジングコトニ店、ライジング内部店2店舗で受戦しました。1店舗目パチンコ、2店舗目番長からのジャグラーということで、2店舗トータルで2000円投資いたしまして、回収が150枚という不甲斐ない結果となってしまいました。猪木が当たってたらよかったですよね。激アツ当たると思ったんですけどね。いや、引きが弱いすぎてどうしようっていう感じなんですけども、ちょっと昨日個人的に楽しみすぎました。引きが残ってませんでした。すいませんでした。ということで今回のバチバチライター部、もうすごいキュッてなってるかもしれないですけどまた次回ぜひライジングでリベンジできればなと。でもなんか毎回こんなのこと言ってますけど、ぜひ次回こそはリベンジしたいなと思っておりますので、ぜひぜひぜひ次回もご覧ください。ありがとうございました。